皆さんこんばんは武田邦彦の本当の話番外編深い話の時間です私はアシスタントを務めます倉島桃子ですどうぞよろしくお願いいたしますこの番組の主催は中部大学特任教授武田邦彦先生です今回もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこの番組をずいぶん長くやってまいりました、はい、ようやく最終点というか、はい、まあここからスタートというかはい。我々も日本文化とか 日本列島とか、深く知ってですね、はい。まあ、これからもまた勉強して、はい。昔の人の知恵も入れてですね。そうですね。よりいい人生を送っていきたいと、はい。こういう,うに思ってます。はい。はい。で、今回も第一回目からご登場いただいております。ゲスト、ご紹介したいと思います。え、ゲストは民族情報工学のご専門でありまして。養洋上料理家、そして多摩美術大学非常勤講師の井戸恵子先生です。今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 では早速ですが。そうですね。はい、えー。今日は、まずは災いを転じて。がないんですけど。さい、をお。くとなす。はい。はい。では、こちらからスタートです。はい、えー。それでは、まあ、さいをふくとなすということで、えー、これは一体どういうことなのかということをですね。お話をしていきたいと思います。えー、じゃ、あ次のスライドで。はい。あれ?。すぐ消えちゃいましたね。一つ戻してあれ。一つ戻していただいて。 サイクを送った。はい。じゃあ次の次行く次。次がいや次にあこれあすぐすぐ消えちゃう。あ,い <laughs> あすいません。まあえっと、えー、自然とともに地震津波台風火山の噴火干ばつ例外、えー、先人たちもですね、えー、また今の私たちと同じようにさまざまなこう天災の中で生き、えー、その中からですね自然とともに生きる、えー、知恵とか技術というものをつむ、えー、いできました。 これはこの国土ですねこの日本という国土の中における災害を生き,生き残るです、ね、生き延びるそういった力を紡いできたということですね、まあ、これ東日本震災の津波の模様なんですけれどもこの後にやはりこう人間ってやっぱりこうぼ然と知ってしまうというか心をなくしてしまうようなことがたくさんありまして心をなくすとですねいくらお金があっても物資があってもその先に進めないということ。 まあそういったことがですね、まあ、日本の中でまあ信仰というものも生み出してきたんではないかなというふうに思うわけです。えー、そして、えー、次のですかはい、えー「天平の世」まあ今奈良時代ですね奈良時代、えー、と700年代ですかね。でこの世もですね災害飢饉疫病が、えー、蔓延するという、まあ、そういった時代があって、えー、ここでまあ有名なですね 東大の大仏が作られるというまあそういったことがあります。昭、えー、文天皇による大仏勲流の見ことのりというものが天平15年、えー、10月15日という時に発発布されているんですけれども、えー、この時にですね天皇は、えー、自分自身はねまあお金を持っている、えー、まあ財がある。えー、しかしその人々が 同じような心持ちを持ってみんなが集まるということが重要だということで、主上救済、主上とまあ生き,きとし生きるものすべてですね。仏法交流の対岸を立ててルシャナブルシ大仏の、えー、金銅像一体を作ることにすると。で、この大仏を作るということが目的ではなくて、大仏を作る過程が重要だということをですね、まあ、えー、重要視しているわけです。 で国中の道を尽くして、えー、像を鋳造、えー、し、えーまあ、大山から木を借り出して、えー、仏前を建て広く世界中に広めて、えー、仏道成就の道士としと,ともに仏恩に預かり悟りを開きたいと思う天下の富と権威を併せ持つものが私であるこの富と権威をもってすれば、えー、尊像を作ることは困難でないだろうがそれでは発願の趣旨に沿わないものとなる。 かえって無益な労働にこくすだけになり、仏のありがたさを感じず。またお互い中傷し合って、罪人を生ずるようなことも恐れ,恐,恐れると。要は何かというと、ここにどれだけの人が携わったかということ。で、どれだけの人が携わって、その困難を克服したかということによって。やはり、その、みんなのね、心持ちというか、が一つになるということは、非常に重要だということなわけです。 そこで、えー、日本国中にです、ね、このみ、えー、事のりを発布しまして「えー、もし一,草一枝の草や一握りの土でも持ち寄って造造、えー、に協力を願い出るものがあれば許し受け入れよ」と「えー、国郡の役人はこの増立事業に固定する人民の生活を乱し無理な税を取り立ててはならない」えー「全国お口こちにこの胸を布くし私の気持ちを知らせるようにしよう」ということをです、ね、言うわけですね。 でこの時に聖武天皇はそれまでですね、まあ、要するに、えー、あまりこう、うんえー、よ,よしと思われなかった要するに行基という、えー、僧侶がいまして行基は、えー、反勢力的なところでそれまでは捉えられていたんですが日本全国にこの行基を非常にこう、えー、崇拝する人たちがたくさんいてで行基は日本で初めて地図を作った人とも言われてるんですね。 で要するに日本全国持つつうらを知り尽くしていたとでこの業基をしてですね、えー、彼に力を貸してくれている日本全国の要するにあの、えーまあ、治水をしたりとか、えーまあ、薬をも作るとか、えー、医薬的ないろんなこう技術を持ってるとかさまざ、あ、まな、えー、技術者たちを集めて、えー、日本のために、えー、従事していたと。 行記の周りのそういうういいい人がたたくさんいたということこですねでそれで、えー、行基を使わしてそしてこの国分寺国分二寺というお寺を作っていくんですけど国分寺というのは今で言えばそのまあ人々が集まってお互いの知恵を持ち寄る場所でもありまたその孤児のような場所でもありそして美容院的な場所でもあり。 あと、まあ、お風呂とかねそういったものもあったんだと思うんですけど、まあ、国分寺とか国分二寺要するに男女に分けてですねこういった場所を全国に作っていきます。でここで集めた知識という人たち知識っていうのはあの今の私たちが呼んでいる知識とちょっと違ってそのものすごい知識のある人とかそういうのとちょっと違ってですね、えー、仏法におけるあの仏教における知識というのは えー、慈悲の心なんですね慈悲の心でよって得た知識だけが知識でそれでその知識の心を持った人たちが互いに集まって人々を助け合うということが知識でそれをまあ知識集といいます、まあ、そういった人たちを、えー、だから志の高い人たちですねそういった人たちを全国から集めたと、まあ、そういうことが言われています。でこのこ,れこれをですねあのちょっとこの、えー点票 のこの世にのっとってですねこの今の時代にこういう知識的な人たちが作れないかなみたいなところで,ですね少し前からこんな活動を私の方でもしてるんですがそしてまあ日本全国歩いてて行基の伝説とか行基に関わることをいろいろこうフィールドバックしていた中でですねここには関係がないんじゃないかなと思って甲府甲府でですね、えー武道園で ブドウ食べて話してて、まあ今行気のって話をしたらそのブド,ウブドウ園の方がえっって実は今あなたの食べているこのブドウこれ行気が伝えたんですよって言われたんですよでえっとかと思ってえっこのブドウですかって言ってえじゃあもしざくろと一緒にこのブドウが伝えられたということであれば間違いなく行気ですねって言ったらいやザクロもありますよっていうわけですじゃあ今日行気だと思って でそしてそのブドウ園の裏の山に祀られている薬師如来像ですねはなんとブドウを持ってるわけですよ、うん、わかりますか要は飢饉で、えーとそのえー、疫病が流行ってその時にこのブドウがなした役割っていうのはブドウ糖ですよね、うん、食べ物がなくなって飢饉でね食べ物がなくなってでブドウ糖のことをもうすでに行基は知ってたんじゃないか。うん で業機がもたらしたブドウそしてまた桃もそうなんですね、うん、だからブドウとか桃をですね業機によってもたらされた地域っていうのが日本全国にあるんですねまあそういったところが今のブドウとブドウとか桃とかで有名な山梨とかあと岡山とかそういったところにあるということをですね実はこの間に知ることができた要は文献とかにはそういうことは一切載ってないんです ただその土地に残っているものが実際に病気とつながっていたということが分かってなるほどなということがあったわけですねですから、まあ、天平の世というのはあとこの災害危金疫病が蔓延する以外に実は今と非常に近いことが起きています。それは何かというと、まあ、インバウンド的な、うん、要するに外国人がものすごいたくさんの外国人が日本に入ってきた時期ですね。うん でこの外国人がたくさん入ってきててきそして日本に、まあ、仏教ということでですが、うん、仏教のその経典とか、えー、お茶とかですねそれから薬物的なものそういったものをもたらした、えー、宣教師の僧侶たちが入ってきてでこの人たちが伝えたものっていうのがこの時代に日本の文化というものを作り出していくという、まあ、正倉院を正倉院に残っているものっていうのは、はい 日本のの技術とか文化っていうのは院がなければなかったたっ言われているるもものもたくさんあるんあですね、まあ、例えば芸術であれば雅楽というものであったりあと職人の技術でしたらその螺鈿の技術とかそういったものも正倉院の中に残っているがゆえにそれを同じようなものを作ったり復元したりとか、まあ、そんな中で日本の技術というものはすごいこう今のような技術が生まれてきたということですね。 じゃあ次のページに、はいえー、と同じようにです、ね、この平,安平安時代に近くなってもです、ね、同じようなことが起き続け浄眼、えー、災害ということで結構有名な災害があるんですけども、えー、この時もです、ねえー、今のこの前あったその <coughs>、えー、東北の震災とです、ね、同じように、えー、あの東北では津波で陸、うんえー、つの国で大地震で死者。 千人という、まあ、そういううそったこととがあったとでこういうことがずっと起き続けているととにかくですねこれはもう昔からこの、えー、自然災害というのは神のたたりであるとこれは人間の、ね、中によくないことがあって人がよくない行いをしているから、えー、神がたたっているというような考え方があってですねでそこでまあ人間の祈りを捧げるという。人間の祈りが えー、この神々の、えー、怒りを沈めていくというですね。まあ、そういった怒りが、あの、えー、意識が、この子で。かなり、こう。高まっていくわけですね。こんな中で、伊勢神宮の式年遷宮っていうのがあるんですけど。この一年、一年、え、伊勢神宮の式年遷宮っていうのは、実は朔丹東寺っていう時に。昔行われたんです。朔丹東寺っていうのは、太陽の暦が、えっ、ー、と、東寺ですね、東寺。 そして、月の暦が十一月の一日です。で、十一月一日と太陽の暦、一日一日、要するに。太陽と、月がリセットされる日、が。え。十九年に一回来るわけですね。この十九年に一回来る時の前後に、ほとんどの日本の災害が起きているというデータがあって。これが昔の人たちが、データを残してたということなんですね。で、作短当時は恐ろしいと。 でこれはあの世界的にもですね10月30日じゃないですか、はい、11月の1日にオーディーンがやってきて、うん、世界を滅ぼすみたいなところがあってハロウィンというお祭りが行われるみたいなですから、えー、同じようなことがあってですねこの作当登場前後要するに19年に1回実は式年遷宮というのは行われてたんです。20年じゃなかったんですね、うん で実は今回、えー、20802012、えーえー、年13年ですね2013年が式年遷宮だったんですけどこれは次のね19年後っていうのがねリセットされないんですよこの倍になっちゃうんですんですから、えー、ここから、えー、倍なので、えー、38年後までえっ、ー、とそのサクタン当時は来ないんですね。 逆にその間はずっと災害が続くういう時にとにかく祈ららなななければならない、まあ、そういう、まあ、天皇のねあの、えー、上位ということも行われているこの、えー、時代にあってじゃあどういった災害が起きるのかっていうのはよくわからないですけれどもとにかく祈るっていうことは昔の人たちはこういう時ほど祈らなければならないっていうことでこうやって記録がたくさん残っている。 で次のところでお願いしますで自然の祈り、えー、災異現象ということで、えー、地震噴火台風洪水干ばつ例外大火事、えー、疫病、まあ、こういったことで災害への対応としてですね国としましては砲兵大払い、まあ、要するにこれは神社の大払い土俵、えー、そして、えーふりまあ、建て祭る振り新旧、えー、ですねだから御社とか減税支薬 まあこういったこと国もすごいこう祈,祈っているそれで民とたちも祈っているっていう形になっていく。で、えー、上岸の時に実は平安再帰が生まれるんですけどそれは何かっていうともう本当にもうどうしようもなかったんでですから、えっと、天平時代は大仏を作ったんですけど、えー、平安時代上岸の時は えー、日本全国にとにかく神社仏閣を作る。で、この神社仏閣その時に作られた神社仏閣がいまだに残っているんです。1200年以上。それは何かというと、建てる場所とか作るねところとかをかなり吟味されて作られたということがわかる。要はそこまで行けば安心だというところをマーキングしているとしか思えないように作られてるんですね。 なので、えー、昔の人たちがどこで何があったかということをどれだけ詳細に調べていたかということが見えてきたりします。でここで生まれた日本文化。で私はですねここで日本文化というのがかなり醸成してきたなっていうふうに考えます。要するに深刻意識、えー、神様のね国ここは祈れば収まるということで待つ、えー、れば待るほど 神々が私たちの言うことを聞いてくれるということで神の国としての意識が高まりそしてまあ平安祭期がですねどん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 確立されてこの頃からですねそこにまた国風文化日本的文化の情勢要するに建築物それまではえっ、ー、と,の、えー、と神社とかお寺とかも軒がねひしが あの狭かったというかね短かったんですね。それがやはり日本風になっていく。中国とか韓国の受けおいではなくて、日本風の建物にどん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 調整されていくわけです。これはえっとまあ大きな点としては、日本は森が豊かである。森が豊かで木材が豊かだったんで、丸太でこう作んなくても角材が使えたんですね。角材が使えるということでもう随分建築物にが 変容してきますそれから彫刻とかに関しても全く違って、えー、まあ釘を隠すね釘,か釘隠しみたいのなのもあるんですけど、うん、あれもどんどん御用とか、うん、なんかものすごくこう文様とかが複雑化されてきますが、うん、あれは中国国とか韓国にはないんですね、うん、要はその美しくすればするほど建物を美しくする見た目を美しくする形がきれいという美しいというのはきっと自然にかなっているということ。 自然の神々に受け入れられてるということで、そこで、えー、まあ地震とかもね収まるんじゃないかみたいなところもあったわけですね。うん、それからまあ絵画、絵画っていうかまあ巻物ですね巻物。絵巻物は日本の絵巻物は非常に得意で時間的経緯があるんですね。うん、他の絵画はそこの時間、そこの時間だけなんですよ。うん、だけど日本の絵巻物は 本当にアニメーションを見ているようにその1枚に宮本武蔵とかがたくさんいてこれありえないわけですよ分身の術じゃなくてもう、ね、この1人の人が動いているのをざーっとこう、ね、見るっていうああいうその時間的な経緯の中で何が起きたかということを、ね、全部こう絵で示していく。確かに それは何かというと文字を持たない人たちがまだたくさんいて文字よりもこうね情報をいち早くビジュアルで伝えた方が早く伝わったりとかっていうこともあったんですね。なのでえその神様のお札とかもお札の絵解きっていうのをするわけですよ。お札の中の威厳を示すためにこの絵の中に何が隠れてるかとか絵解きというものをして。 そしてそれその神様のことをより知らせていくとかそういうことをしていくわけですね。ですから遊びの中から遊ばせる、うん、遊びの中から、えー、要するに情報を伝えていくという姿勢とかそういったものがたくさん出てきます。うん、そしてこのアマビコアマビエなんですが今話題のアマビコアマビエ妖怪、はい、の<界>これあのコロナになって急にいっぱい出てきましたけど、はい、このアマビコっていうのはまあ海のヒコとかね。えー 雨っていうのは、要するに、この間、お話ししましたように、その外、我々の外をくるんでいるものだから。うん、要するに、天津っていうのは、外から来たものなんですね。うん、だから、疫病も外から来たものだし、うん、で、その外から来たものっていうような意識があります。で、この雨日か、雨日へは、海から現れたっていうふうになってるんですね。うん、海から現れた。で、海から現れて、三本足なんですよ。 えー、3本足これはまた重要であの奇数のものっていう奇数の足を持つものが真珠なんですねだから、えー、有名なところで言うとヤタガラスヤタガラスは3本足なんですで、なんでヤタガラス3本足なのっていうと普通のカラスと違うんですよね要は3という数字は天の数字だから 2というのはこちらの数字なので2だとこちらのものですが3というものは我々を助けてくれたり我々を救ってくれたりそういうそのまあすわけで,すで、えー、とこの時にですね「少女っていうこれはあの、まあ、猿の化けなんですけどこれはあの、えー、真っ赤な、ね、衣装を着てであのお能とかで出てくる少女ですね。この少女が えー、海の中から現れた精霊なんですね。この症状も。で、海の中から現れた精霊で、でこの赤い色、赤い色は疾病退散させる妖怪でもあるんですね。この赤い色で魔を払うっていう意味もあります。うん、そしてその症状は、えっ、ー、と三本足にはなれないので巻いてはね。そこで一本足になるという演出があるんですよ。こうやって。うんうん、だからそのおのおの中にも。 えー、その動作の中にですね「えー、っと関ぜ流」ですね「関税とかがこの中にもその「間を払うための仕組み」であるとかその時のいろんなこう、えー、進行とかそういったものが全てこの中にあったりとかっていうことがあります。はい、で次に。そして「歳下服となす」技術ということで。 えー、まあ昔の人たちはこの前ちょっとお話しましたが地震のこと地震のことを、えー、古語ではないと言いますないないと言いますいというのはあのウイスキーのいですねこのいという古い字はいはいはいでこの、えー、ないとは五穀豊かに民め盛るべき印なりっていうのは金目造紙という、えー、室町時代の造紙物に書かれているんですね地震が起きた後はですね。 国がが非常に,豊かになっててそして民がです、ね、互いに助け合っていくっていくう互いに助け合うことによってコミュニケーションし合って国がどん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 栄えていくというそういう印であるとだから自信は悪いものではないっていう、まあ、これは非常にこうプラス思考で何があってもそれを乗り越えた時にまあいいじゃないかみたいな、まあ、そんなこともあったねって言ってその逆にこの神様っていうのはすごいと、えー、マンネリ化してた私たちに、えー、まあ 一時、ね、悪いことがあったとしてもそれによって生きる力をくれたみたいなことをですね後から言い合うわけですねなので大変な時ほど「日本人って面白いんですけどええじゃないか」みたいになっちゃうわけですよ。うんまあ、いいんじゃないみたいな感じになってそれ <laughs> みんなで踊っちゃったりとかするっていう、うん、だからあの、えー、と国が変わる時明治時代もですね もうなんかいろんなこと突きつけられてあれも変えろこれも変えろってなった時にもうこんなのもう受け入れられないよみたいな感じになってまあいいじゃんみたいな感じになってええじゃないか運動が起きちゃったりそう伊勢参りっていうのがみんなが伊勢に行き始めたりとかして分かんないけど過去を祀る過去を祀ることによって過去から未来を生きる力を得るというまあそういったことをやっていたわけです。そしてまあ最初の方に戻りますが えー、祭りとはということでちょっとこの集約的な最後にこれまとめますと神待ちであると、えー、神様を待つ準備がされている状態が祭りのことであるとでこれは完璧な掃除をしててで、えー、食事の支度がなされていて再会の精神を持っているこれがすごく重要だなぜかというと神とはいつやってくるかわからない存在であって地震とか 野生動物、最近よく熊がどこに失望するとか言われてますがそういう熊であったりまあ、レビトであったり雷が落ちるとか疫病とか、まあ、いろんな災悪というのがありますとこういったものを全て含めて日本人は神と呼んだんだですね。だから神とはいつ,もいつやってくるかわからないいいいいいつやってきててききもいいようう、に準備をしておきなさいっていうでその準備をする時期というのが何かっていうとそういう時でも決まっている大体決まっている。 それから、まあ普段の生活も、えー、掃除は完璧にしとくとか、まあ、こういう、まあ、ね普段の生活からまあこういったことをある程度はしておいてそしてその節句とか、えー、一番危うい時はもっとこう、ね、突き詰めてやっていくっていうか大まかにや皆さんと一緒にやっていく大きなお祭りをするという、まあ、そういったことでですねやってきたということですね。 でこうしたこの先人から受け継いだ心子孫をおもんばかる心のの知恵というものですね、えー。要するに先人から受け継いだ心です心が知恵を生むということなんで先人から受け継いだ温かい心ですねこういったものを子孫をおもんばかる心の知恵というものが民間信仰という伝統しきたりの形っていうものを生み出してきたという。 これはもうもはや私たちの体のも遺伝子レベルの知恵として本来はあったわけですね。で、これだからもう実はあるんですね。それをちょっと紐解くと、ああってわかるんですよ。これは日本語という言語を使っているからな。日本語という言葉を使っているので、こうやって説明するとなるほどなって思うんですけど、で英語を使っている人たちにこれをね伝えるのものすごい難しくて、うん あの例えばが多くなるんですよ例えばこうで例えばこうで自分が言ってることがそのうち分かんなくなっちゃって、うん、外人にこれ説明してくれって言うとすごい大変なんですけど、うん、まあ日本という日本語という言語の中にこういった精神がいろんなところで入っているでそれによってですねうまく伝わっていくかなというのがあります。で、えーまあ、最後のページになりますが。 普段の生活に、えー、伝統を取り入れる。で、それがですね、えー、最終的にその心と、えー、体を整える生き方になるのではないかなというふうに思うわけですね。はい。ありがとうございます。はい。えっとまああの六回にわたって伊藤先生に日本文化の真髄をですねお話しいただいて、それに基づいて我々はどういう生活環境にあるか。 またどういう人生を送っていかなきゃいけないかというお話をしていただきまして非常に詳細でありますし知識も非常に豊富なあれで説明をいただいたわけですがそこに流れるものっていうのがありましてですねそれはその今ずっと見て聞いてですね6回のシリーズをお聞きになった人はその中に戦いとかですね えとどっからか食料を略奪してくるとかいう感じの話が全く出てこないんですねここれはは、えー、世界でで日本特有のことであります、えー、一般的には外国ではですね例えば今日のお話ですと地震に見舞われてとか大火に見舞われて失ってしまったまあいいじゃないかと、えー、踊るんじゃなくて日本人は踊るんですけど踊るんじゃなくて隣に攻め入って取ってくればいいじゃないかと、まあ、こういう風になるわけですね。 戦戦争争いうか略奪戦争それからまあ中国はまあ中国も実はヨーロッパも中東も同じなんですけどもまあ大陸国の思想っていうのは困ったらら他人から取れればいいこが基本思想ですねそれが中国の場合我々と民族が大きかったので漢の一番終わりに起こったように9割の肝心つまり国民を殺すということが起こったりそれからまあヨーロッパでは繰り返し 多民族のの虐殺というのが生しま,まあそういうい中での文化がでっていうのはもう全然日本とは違ったものが出てくるわけでこれはあのまあ日本列島という島国それからえまあ言えば地球の果てまでえ歩いてきた日本人、まあ、こういったものがそういうものを形成しているわけですね。まあ、したがってえまああの最近では原子爆弾がいい例なんです広島に落ちる。 もちろん日本以外の他の国は絶対にも間違いなく落とした国を恨むんですけど日本は落とされた自分たちがまずかったとこういうような結論に達するわけですがこれはともあのとにも直さず日本文化の非常に巨大なな利点点というか優れた点なんですね我々はこれから何を目指すかっていうと平和な社会とか皆さん言うわけですねお金と関係ない幸福な人生 こういったものは実は世界で日本だけがこの自然の中で獲得した文化だったということですね。えー、最初の頃にちょっとお話ししましたがいわゆるグローバリゼーションというのはですね実はあの悪い国が <laughs> そのより優れた文化を持った国を征服するという動きであってですねあのその逆ではないわけですね。まあ、日本ばかかりりじゃありませんん、えー、わずなな国なんですが 例えばインドネシアそういうところを考えますと俺インドネシアも結構強い国ができた時があるんですがほとんど日本もと同じようにほととんんど外国に進出するってことはありません自分たちは自分たちの国土の中で自分たちの災害も芳醇な収穫物も全部含めてその中で自分たちの命で生きていくという考えですね。 えまあ明治以来100200年近くまだ200年たっておりませんが170年ぐらいですね我々は西洋の文化を取り入れてそれなりに非常に進歩したと思います、えー、日本がかつて仏教を取り入れてですね今日出てきたみたいな大仏を作るしかしその大仏を作る時に天皇陛下はどういうふうに言われているかというと決して増税しちゃいけないよと。<laughs> それから えー、民を痛めるようななことしちゃいけないけ今度は逆に民の方には何を望んでるかっていったらこれはその国が作るんじゃないよと日本人が全員が協力してそして何かを持ち寄って作るんだというまあそれから見れば当然、えー、東北大震災の後の復興税とかですねそれから現在の消費税のアップとかいうのか分かるように。 そういう精神は、まあ、一旦170年前の明治維新で全部壊れてはしまったんですがそれは日本,文日本なりにですね咀嚼をして今後の社会にはですね日本文化の中にそれらを取り入れてよりいい日本文化を作っていくという方向を目指さなきゃいけないのは当然でありまして、まあ、あの6回にわたる井戸先生のお話をですね いやもう一回まあこのねネットは何回でも聞きますからね。はい、何回でも聞いて,て我々が明治維新以来あのちょっと失ってきたあのたしかし私のちの魂の中には残ってるというものをですね生、うんえー、かしていく必要があると思います、はいえー。人間の知識とか判断力っていうのは大脳皮質書き換えができる えー、知,知能と、はい、それから DNA とかそれからアフォーダンスだとかミームといったような、えー、伝統的に伝わってくる小,小脳円髄その他の以下にある体にある、えー、知能と2つに分かれておりますが、えー、常に、えー、自分たちの即効の性のある大脳必須の知識だけではなくてですね、まあ、まあ言えばできるだけそれを後退させて、えー、日本文化との調和を持った 平和な世界を作ってそれが全世界的に広まるように今はむしろどう猛なヨーロッパ文化大脳皮質に非常にこう変した知識がですね、えー、グローバリゼーションの波の中で普遍,普遍していくように思いますが実は逆であるということが皆さんこの6回の放送でよくお分かりになったと思います。 ええ、まあ、伊藤先生にはお忙しいところ、六回もやっていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いはい。それでは、以上をもちまして、えー、今回は、まあ、第二部ということで、日本人が大切にしたい美しい暮らし。日本人の自然観と祭りということで、えー、渡りまして、皆さん、こちらの、ええ、伊藤先生にお話を伺ったということです。今日はまた、えー、こういうのは場所が非常に重要で,です、ね。ええー、私は、あの、昔、研究会をいろんなところで開くときに、はい。 えー、やっぱり研究会の場所によって出てくるアイディア、えーはい、それから気分は全然違うんですね、はい、ですから、まあ、このお埼玉のですね、はいはい、埼玉県加須市奇才、えー、というところの玉式神社の一角をお借りしまして全部のお話をお届けしたというふにいります、はいまあ、ごもあり、ねはい、神社側のご好意もあり、はい、また2日間非常に天候にも恵まれ、はい、非常にいいあのロケっていうか収録,、はい、収録ができましたのでね、はいはい とということでお時間になりましたので武田邦彦の本当の話番外編、深い話は以上とさせていただきます。前,前編通しまして民族情報工学のご専門そして養生料理科でありまた多摩美術大学非常勤講師の井戸理恵子先生にお越しいただきお話を伺いました。